月ひまりです。今回は GU で春服を3万円分購入してきました。今期のね GU 本当に可愛くて、すごいいろんなものを見てきたんですけど、着回しのしやすいものを重点的に選んで、カジュアルなものからちょっとお姉さんっぽいね可愛いお洋服までいろんな種類を購入してきたので、皆さんの参考になればなと思います。一つずつ紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで1着目に着ているものが、こちらのねオープニングから今着ているお洋服なんですけど、お値段が1990円で、私は S サイズをね購入しました。このシャツってすっごい着回ししやすいなと思って購入したんですけど、今回私はこんな感じでタイトスカートと合わせてコーデを組んでみました。どうですか？生地もね結構しっかりしてて、春にぴったりな、ちょっと透け感のある薄めだけどしっかりしてる生地だなと思います。なんでシワになりにくそうな生地だなって思いました。で、色がこの色のブルーと緑と白があるみたいです。これはねこんな感じでボトムスにインしてこういう風にね着てもいいと思うし、開けて中に T シャツを着て合わせるのもいいかなと思います。こういうシャツはね着回しがしやすいので、学生さんとかの大学って私服とかで行ったりするじゃないですか。そういう時とかにもねすごい便利なお洋服かなと思います。コーデ目はこちらです。このコーデは、上下、カバン、バッグね全部 GU になってます。この上に着ているトップスは上のカーディガンと中のキャミソール別売りなんですけど、上がアーガイルクロップドカーディガンでお値段が1690円です。で、こちらのね中に着ているものがアーガイルクロップドニットキャミソールになってます。お値段が1490円です。どっちもね大型店限定で販売しているみたいです。多分ねオンラインサイトでは購入できるんじゃないかなと思います。オフホワイトとグリーンとネイビーの3色になってます。で、こちらの下に履いてるデニムがお値段2490円で、私は S サイズをね購入しました。こんな感じ、ちょっと下スリッパで申し訳ないんですけど。で、こちらのバッグが 2way ワンショルダーミニバッグで、お値段が1990円になってます。こんな感じの合皮生地、普通のねバッグなんですけど、手持ちの 2way ってことはショルダーにもなるみたいです。かけても使えるってことですね。はい、この3つでねコーデを組んでみました。感じでアップヘアに、アップヘアなこれ、ハーフかにしてみたら、すっごいこのねトップスとか雰囲気に合ったので、ぜひヘアアレンジとかもしてみてください。はい、3着目はこちらです。 GU のものはこのねトップスとこちらのカバンになってます。いつもの私とはまたちょっと違う雰囲気のねコーデを組んでみました。どうですか？じゃあまずねこちらのトップスからご紹介します。このトップスがリブコンパクトカーディガンで、お値段が1690円になってます。で、こちらのバッグがキルティングミニショルダーで1990円になってます。このさコーデめっちゃ可愛くないですか？このねトップスがもともとねカーディガンみたいなので、私はこんな感じで T シャツみたいに着てるんですけど、羽織る感じで着ても可愛いかなと思います。でね、首元がちょっとここね V で開いてるので、私も靴下なのでこういうねデザインはすごい首元を綺麗に見せてくれて、女性らしくねしてくれるのですごい好きなんですけど、めっちゃ綺麗にね首元を見せてくれます。で、丈感が今ちょっとインしてるのでわからないかもしれないんですけど、こんな感じでねちょっと長いんですよ。で、私はインで着た方が好きです。このね、キルティングバッグもすごい可愛いんですけど、さっきのバッグと違って 2way タイプではないので、ショルダーバッグで使えたら可愛いかなと思います。こういうさデザインのやつって普通にもっとカジュアルなお洋服にもすごい合うなと思うので、 GU さんこのバッグはすごい可愛いなと思いました。中もねちゃんと内ポケットがついてるので結構大容量入るんじゃないかなと思います。はい、4着目はこちらのコーデです。ちょっとね、さっき
結構似てる感じになっちゃって申し訳ないんですけど、こちらのねトップスが GU のものになります。こちらのトップスがバイカラーカーディガンで、お値段が1990円になってます。こんな感じです。めっちゃ可愛くないですか。これボタンがすっごい可愛いんですよね。ゴージャスな感じ、めちゃくちゃ私の好みです。さっきね紹介したバッグと合わせてみたんですけど、もうこれでさアフタヌーンティーとか行きたいぐらいらしい女の子のコーデが GU で出来上がりました。ピンと合わせたらすっごい可愛かった。ちょっとお姉ちゃんのピンポチったんですけど、どうですか、え見える？はい、お次のコーデはこちらになります。これね全身 GU なんですけど、このジャケットも中に着ている T シャツもこのねボトムスも全部 GU になってます。お姉ちゃんセレクトです。ちなみにこの組み合わせ、じゃあね一つずつ紹介していきます。まずこのね中に着てるのがバイカラーミニティで S サイズでお値段が990円になってます。でこの上のジャケットなんですけど、テーラードダブルブレストジャケットになってます。お値段が3990円で、こちらもね S サイズを購入しました。でこの下に履いてるボトムスが1990円になってます。お部屋の広さ的に全体をね映せなくて非常に申し訳ないですけど、こなれ感が出てすごいねおしゃれな感じになって可愛いなと思いました。このジャケットもめっちゃ生地がしっかりしてて、裏地もねちゃんとついてるので高見えする商品だなと思いました。このメガネとかかけても可愛い感じじゃないですか。照明が反射してるけど、どう黒縁メガネとかもねかけちゃったりしてもすごい可愛いなと思います。ちなみにねこの中の T シャツなんですけど、これはねこちらのね紺色も購入しました。ちょっと脱いでみようかな。はい、脱いでみるとこんな感じです。ちょっとね私今アトピーがひどくて、あんまりね半袖を着てる姿をお見せしたくないんですけど、こんな感じのシャツになってます。ミニ丈の T シャツで、下ね今ハイウエストと合わせてるのでおへそ見えないんですけど、普通のボトムスと合わせると普通におへそが見えるぐらいのラインかなと思います。こんな感じのね普通のミニ丈の T シャツも今 GU から出てるので、 GU が今韓国っぽいお洋服を出してるなっていう印象でした。790円みたいです。なのであのいろんな色をね購入して日替わりで着ても全然あの同じ服着てるようにならないのですごいいいんじゃないかなと思います。そんな感じでね黒とカーキと白をね購入しました。私はこれ以外にもすごいいっぱいたくさん色が出てたので、皆さんも好きな色をね選んでみてはいかがでしょうか。中ね黒も合わせてみました。どう？私やっぱ黒が結構しっくりくるかもしれない。可愛いですねこっちもこっちで。次はこちらのコーデを組んでみました。さっきのボトムスに合わせてこのねトレーナーを合わせてみました。これあのメンズのトレーナーなんですけど、ベビーウェイトビッグスウェットでお値段が1490円です。これはね私あの本当は L サイズか M サイズを着たかったんですけど、これも人気商品なんですかね、 S しか残ってなかったので今回ね S を購入しました。このスウェットはもう見てね生地触った瞬間にもう即決めだったんですけど、めっちゃ分厚いのよ。すっごい生地がちゃんとしてて、他にもいろんなトレーナーがバーって並んでたんですけど、このトレーナーの生地がダントツ良かったです。でこのトレーナーの気に入っているところがもう一つあって、フードがねすごい大きいんですよ。後ろから見たら分かるかな、めちゃくちゃフードが大きくて、今あの帽子をかぶってるから分かりにくいかもしれないんですけど、こう前から見てもねふわってなるのが分かるんですね。でさっきのボトムスとね一緒に合わせてみたんですけど、下にしてみますね。はい、こんな感じです。どう、めっちゃ可愛くないですか。完全にねオフコーデなんですけど、 YouTube の撮影とかが何もない時はもうずっとこういう感じのオフな感じの格好をしていることが多くて、あんまりカチッとしたお洋服とか普段着ないのですっごいね可愛いなと思って、このボトムスとこのトレーナーはめちゃくちゃ着ると思います。可愛いこのお洋服最高。待って、後ろにタグついた。え、嘘やん。紹介した時にさタグついてたってこと？じゃ恥ずかしい。
しいねんけど。ご愛嬌。はい、これで最後のコーデになるんですけど、最後がこんな感じのコーデです。さっき一番最初に紹介したシャツに合わせてロンティーを着てるんですけど、こちらのロンティーが大型店限定なんですけど、最大ビッグティーでお値段が1990円になってます。これもね、メンズだったかな。私は M サイズをね、購入しました。154センチの身長で M サイズを着るとこんな感じで、ワンピースみたいにね、着ることができます。で、一番最初にね、紹介したこちらのシャツをね、合わせて着てるんですけど、袖をね、ちょっと出してクシュクシュってね、折り曲げて手首を出すとすごいこなれ感が出ておしゃれなので、ぜひやってみてくださいね。めっちゃ可愛い。これ買った時はこなせれるかなって思ったんですけど、着てみるとね、すっごい可愛くて、やっぱ JU のメンズ商品っていうのは女の子でもね、めっちゃ可愛く着れるお洋服がたくさん揃ってるなと思います。ということで、 GU の購入品約3万円分をご紹介し終わりました。いかがでしたか？ GU の購入品は割と久しぶりかなと思うんですけど、やっぱりね、安くて可愛いのが揃ってるので、学生さんとかにもね、すごいおすすめなので、ぜひ行ってみてください。はい、ということで今回の動画はこの辺で終わりたいなと思います。少しでもこの動画が参考になりましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、InstagramTikTok もしてますので、そちらのフォローもお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。